こんにちは。です。本日もデトロイトをやっていきましょう。前回ね、一周目やった時はね、アリスこの時点でだいぶ心開いてたんだけどね。さあどうなるかな。心は果たして開いてくれるだろうか。全然。ね、今の大丈夫に関してもね、うちが寂しいもんだもんね。で、まあ全然関係のない話なんですけど、ちょっとね、マイクが、まあ、あんまりちょっとよろしくないとか、喋るたびにブツブツなんか言うんで、ちょっとカバーを買いました。で、カバー買って、これでちょっとどうなるかっていうのを、マイクもね、見ていただいている皆さんにとっては、ちょっとお聞き苦しいところをやって、ちょっと申し訳ないんですが、はい。これでですね、ちょっとでも良くなれば、もうこれでちょっとしばらくまた続けていきたいなと思います。はい。ということで、ズラトコパークですね。ピンポーン。もしもーし。ちょっと1ヶ月だけお願いしますよ。洗剤もつけますから。いつの時代だっちゅうのみたいな。あ、来た来た。Are you Zlatko? ズラトコさんですか。Who's asking? 何の用だ。I was told you could help us. 助けてもらえませんか。I don't know who told you that. 何の話かわからん。来た、帰ってくれ。Sorry. 悪い。あ、We really need your help. お願い、助けて。いいだろう。入りな。どうぞ。Come in. もう見た目がね、とっととそんなに変わらないんで、ヒゲが生えてるか生えてないかの違いなんだよ。確かギャラリーで見たときに2人とも身長183センチだった気がした。あ、うん、さあ、はい、遠慮はいらん。なんかいろいろ見て回れそうなところは今のところはなさげなのかな。じゃあ早速地下室に行けないみたいだね。はい、手をちょっと変えましょう。じゃあこっち、お嬢さん方のコートを預かりした。ごっついのん来たー。ああ、大丈夫だよ。怖がらないで。ルーサーは私が助けたアンドロイドの一人だ。家がこんなに大きくても、一人だと寂しいからな。あれ、ずらとこんなところに行けって、こう、なんか名指しで言われたって言ってないよね。なんか、手と手が合う瞬間、ここだと分かったっていう感じだったよね。うん。How did you hear about me? 私のことは誰かな？通りすがりの。On the street, アンドロイドが助けてくれるかもって。I see. なるほど。Devian, huh? 変異体か。What about her? その子は。She's human. 人間です。この子もでも実は人間かどうかっていうのがね。You want to find a safe place. 安全な場所に行きたいわ。私もよ。I hear Canada. It's very lovely at this time of year.Beautiful landscapes. いや、カナダもまあまあいい季節かもしれないけど、多分ここより寒いぜ。11月だろ。もう早いところの場所なんか雪降ってるだろうね。北海道よりも緯度が高いからね。I can help you, but first we have to get your tracker. トラッカーを取るようにかな。トラッカー。アンドロイドの位置を特定するモジュールなどをつけられているんだ。I'll remove それさえ外してしまえば、君たちも安全だ。Come on. ほら、Follow me. 来なさい。行こっか。少年。ああ、その子は今まで。彼女も一緒に行きます。ということで、その前に、ちょっといろいろ見せて、これもイエスキリストを象徴してるのかな。あとクリスタルスカルの王国があって。あ、そうそう、なんか、インディン・ジョーンズ5がやるらしいね。うん。ただ、まあ、その、ハリソン・フォードが、なんか、怪我をして入院するらしいので、まあ、ちょっと撮影が遅れているとか、なんとか、ということらしいです。
まあだってもう78だったか9だったかでしょ。うん、もう限界だよね。78、79であのアクションをするのはさすがに酷な気がする。すごいよね。じゃあ行こうか。手術をなします。こっちじゃないよね。後ろからルーサーがついてくる。歌歌ってたもんね。I don't like this place. 私ここ嫌い。あの人も Let's go. I have a bad feeling. 聞いてよくないことがこれ。いや多分聞こえてるよそれ。落ち着かせよう。He's a bit odd. 聞こえてるでしょ。I think we can trust him. きっと信用できる。We don't have much of a choice anyway. わーって話したね。Please excuse the mess. I need it somewhere to screen for my machine. Teams. Removing trackers is illegal. トラッカー外すのは違法だから。快適で見バレちゃ身も蓋もないだろ。I hope the little one isn't too scared. お、なんか鍵がオープンザウィンドウしたね。鍵がオープンザウィンドウって意味がわからん。え、あれ来ないの？まあいいや。じゃあとりあえず。ウィン。さあここでカーラちゃんの変態プレイが見る。あ、谷もあるやっぱり。あるね。うん。あ、ちょ。じゃあとりあえず乗ろうか。ジュンジュンジュンジュージュー。なんかね、ターミネーター4にもこういうシーンがあるんだよね。で、お前実はロボットだったのかって。で、顔面殴られて気絶させられるって。これはってな、ジョンコナに言われながら。I should warn you. This can be quite unpleasant. タンクかどうかはあれだけど、その、なんていうのかな。アンドロイドって痛みを感じるのか。その痛みを感じるかどうかっていうよりは、それを痛みだっていうプログラミングをされるんだろうな。不思議というか、というわけか知らんが、トラッカーは人体になると機能しなくなるよね。だから見つけづらいんだ。つまり、トラッカーを取り除く必要なんてないんだよ。え、さっき。人は疑うということを知らん。You deviants. 変異体は実に無知なやつばかりだ。They'll come to me. お前らみんな俺に助けを求めてやってくる。And I just そいつらを初期化して sell them on. 売り払う。Or I keep them. じゃなきゃここで実験に使う。No! No! I don't want to be reset. Let me go. ダメだ。ガキがいたんだったな。忘れてた。閉じ込めとけ。そいつは後だ。まあもう無理だね。ほう。母親ごっこする変異体か。こりゃ感動ものだな。だが、愚かだ。さあ、苦しみから解放してやろう。アリス。リセット。うわー、リセットが始まった。さあ、どうする？さあどうする？なんかすごいドク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 流れてる。ちょっとずら、おいずら。夢ってやつは厄介だ。いつも同じ終わり方をする。失望だけが残る。正直記憶も感情もない方がマシってやつ。苦しみもない、希望が裏切られることも。羨ましいくらい。こいつの過去ってどうなるんだろうね。Looks like mommy doesn't remember you at all, huh? やばい、リセットが 13%。 しっかり落ちちゃったみてえでな。いいから。ほら、こっちに来い。おい。あれ、何も喋らない。それじゃあたっぷりお仕置きをしてやらんとな。起きてます。起きてるけど何もできない。あ、なになになに、近い、リビングに来るんだ。近い、でかい、ごつい。で、はっ、おはようございます。こっから逃げる。
RT 押す。いけトン。緑。オッケー。こいつをどうする？引っ張る。オッケー。でもう一個いけるんじゃない？でこれは LT 押す。急げ。第一パートであのあれをやっちまったんでね。どうしよう、今日これでショートしたんじゃない？なんか、あ、リセット、あ、%ってなってる。これで、反動をつける。お！よし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 。あー、いい眺め。あ、もう一回見たいな。けど、よし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 。ほら、めっちゃいい眺めよ。ほら、皆さん見える？ほら、ほら。ちょっと寂しい。そういうのは求めてないよね。よし、これで記憶を失ってないよね。1周目やっちゃったんですよ。けど2周目は大丈夫だね。でもズラトコがああいう風な金儲けをしようって考えるのはまあまあまあ分かった。ただそのあの意味深のセリフだよね。そのいつ残るな失望だけだみたいなシーン、あれってやっぱりなんかこう過去に人間関係でなんかこう裏切られたことがあるとか、こうアンドロイドに何かされてしまったみたいな、そういう過去があるとか、うん、そういうちょっとね闇深いものが何かがあるのかもしれないですけどね。まあこいつら解放しておくと後でちょっといろいろと面白いことが起こるんで。はい。化け物。わあ、服どこやったの？でもやつこそ化け物だ。え、どうなってんの今のこれ。脳みそはそういう仕組みになってるのね。てかもうここ解放された時点でもう歩みを始めようよ。こういう檻をすり抜けられるのはもうあれくらいだぜ。あのサイアンサーカプテンサンランチャーデルメンデオローデンスデンスデンスってやつやな。ルーサールーサー追い人です。リビングに来いって言ったけど行っちゃったね。どうしたらいい？アリスを探す。はい、ご主人。10分後に子供を連れてきます。じゃあもうちょっと、やってる暇ないね。急ごう。じゃあ登ろう。この時点でスニーキングミッションになるのかな？まさかと思うけど。なんかすごいバチバチ言ってるけど。バレ、アリスを探す。あ、バレてない。よし。お邪魔します。で、あ、なんかあるね。これはなんだ、観察する。そんな暇ないんじゃないの？あれ RA9 の R が大文字になって、あれ大文字あったっけ、小文字、あれ違ったっけ。ハイズリゾンビがいる。で、この部屋であとできることといえば、まあおはよう、かわいいクマちゃんだね。アンドロイドグマ、アンドロイドベアグマか。まあ開けとこう。開けたところで襲われる。なんだ、人間じゃねえじゃねえか、同じアンドロイドかよっていうオチで、それからと、あれこっちの方なんかなかったっけ、ないか。これ前と後ろか、逆、手と足がなんか逆なってるよね。柔軟だね、ストレッチが。あれ？ああ、そういうことか。じゃあ、廊下に出る。ルーサーいない？お前こんなところで何やってるみたいな。
ルーサいないね。あ、いる。ルーサ寝てる。何してんのルーサ。バレへん。いや、許可したかどうかは知らんけど、逆にお前こそ何してんの。お風呂使ってんの。うん、もうこれ以上傷つける場所ないでしょ。そんなはずない。あー、停止する。はい、この心臓は、え、違うの、持っていかないんかい。何かがあった時のために自分で持っとかにいかん。で、ここあっちの部屋は戻るからこっちだね。じゃあやっぱ廊下行きましょう。ルーサーはじゃあその10分後まで寝てるのかな。これルーサー、これ話しかけられる、話しかけられるね。あ、寝てるわ。何、スリープモードってやつ。スリープモードでも徐々にね、あれだからね、あれ、これって読んだっけ、読んだ気もする。なんか これ読んでる暇ねえよみたいなことを言ってたけど、ちょっと止めて読んでみてください。はい、世界人口100億ってなんか読んだね。うん、なんか読んだ気がする。今がいくつだっけ、まだ80億はいってないんだっけ。あ、弾入ってない。弾ないんかい。あら、じゃあ いつ弾込めんの。すぐ使えないんじゃ意味ないよね、ショットガン。ショットガンの弾ってさ、一発一発こう弾倉を込めていくからさ、結構やっぱり、なんて言うんだろう、威力、違う、まあいいや、威力は高いんだけど、まあちょっとね、隙も多い銃だよね。シュワちゃんとかがさ、ターミネーターで使ってる時なんかはあれが引っかかったりとかしたからね、その弾がなくてみたいな。あと、ターミネーター2のサラコナーのね、最後 T1000 をぶちのめすシーンとかもね、弾が切れてカチャ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 ってなっちゃったりとかしたけどね。 I'm so sorry. おお、感動の再会。ここでなんとか評価上げられないかな。行きましょう。音を立てないついてきて。これ今10分後になってない。大丈夫。ルーサーは。ルーサー寝てるでしょ。ルーサー。ルーサー呼んだね。Yes, お呼びですか。こいつは終わりだ。楽器を連れてこい。はい、ただいま。隠れる。隠れる場所、隠れる場所、どっか。あ、よし。あ、ちょ、急げ。これで、これ多分押しとかないと離れた瞬間あれだよね。これ、見つからないで逃げれるパターンとかもあるのかな。大丈夫？そこで何してるとか言われないかな。分かった、ご主人様には見つからない、言わないでおいてやるよみたいな。うわ、探してる。うわ、あ、目あった。ルーサー、お前一体何してんだ。ほら来い。ただいま。いたいたね。オッケー、よし、おいで。いやー、スニーキングミッションだね。逃げる。探し回ってる。見つかる前に。あ、どこに行った。あ、お、やばい。隠れろ。今度は Y かよ。わ、え？なんか、目のやり場に困るアンドロイドがいる。これ、拝んどく。セクシーだけど。あ、動いてる。あそこに隠れてるわよって。あー、やばい。こいつが手に取ったね。弾込めてる。チャカチャカ。どう、変異体は面倒ばかり起こしやがる。
正体現したね。どこにいる？これ以上はいけないか。出ていかないかな。あ、出ていたね。OK。よし。ショットガンは手に持ったね。これがどうなるかってところだね。逃げる。廊下へ。ここでバレない。大丈夫。よし、OK。やばい、見つかった。どうしたらいい、どうしたらいいでしょう。あ、こっちか。急げ。画廊へ。バレてない、バレた。バレてないね。オッケー。お、スニーキングミッション、今、そこまくってるよ。行くのよ。椅子。アリス行くよな。さあ、勇気を出して。どこへ行こうというのかね。ついに来る？来た。やばい。I know you're there, you sneaky bitch. Show yourself. ほら、出てこい。なんでわかったの？バレた。Get a flashlight. There's one on the table.うわ、すげえ。さあ、ほら、出てこい。傷つけたりしないよ。めっちゃ傷つける気満々や。ショットガン持ってんじゃん、あなた。メモリ消したの間違いだった。Come on out, and everything will be all right. I'll help you. Think about that little girl. How scared she must be. Just be reasonable. Come on, and everything will be all right. これバレてんじゃね？これバレてるでしょ？見つけたか？え、まだです。Still looking. これ。I know where you're hiding. ちょっと、うわー、もう。あれ？I'm gonna make you regret this little shit. どうなる？バレてる。あらららら。ちょっと白くマッチ。急げ。隠れる。おお。あれ？なんかアクションシーンとか出てこないけど。大丈夫？どっち逃げる？もう正面玄関。急げ。開かない。マジか。ちょっとなんかフランケンシュタインみたいにロスツリー来たけど大丈夫かな。 X ふい。あんまり意味ないと思うよそれ。開けて。はい、逃げる。ルサ。あ、ちょっとこのタイミングよくこけるね。ありありやな。あるあるやな。うー、来た。I warned you. だいぶあれだね。後ろにある炎が気になるな。炎でやっちまうか。What are you doing? Get out of my way. 早くそこをどけ。No. ああ、赤くなってるね。Not this time. 変わったね。I said, get out of my way or I'll shoot right through you. おお。How dare you? バラさん、やれやれ。後ろからゾンビがいっぱい大量発生してる。どういうつもりだ。うわ、来たー。Who let you out? あ、すみません、僕です。ちょっとやっぱパーティーって人数が多い方が楽しいかなって思って。変異体になってるのを分かっている状況でさ、ご主人様のゾンビにさ、誰が聞くんだっていう話だよね。で、みんなボコるだけボコって満足したって感じ。おお、でもスニーキングミッションいけたね。ジュラシックパークのベロキラプトルから隠れるやり方みたいな思い出したけど、うん、最終的にクマちゃんを解放してなかったらどうなったんだろうな。 I didn't want to hurt you. 本当にすまなかった。 He programmed me to obey you. 俺はあいつの言いなりだったんだ。 When I saw the little その子がお前のために危険を犯すのを見て、まるで初めて目を開けた気分になった。やっと目が覚めたんだよ。あんなことをしたはずじゃ信用できないだろうが、国境越えを助けてくれる人を知ってるんだ。ズラトコパターン。俺も一緒に行こう。俺がお前とその子を守ってやる。ズラトコでもう懲りてるんだけどね。でも、わかったわ。まあ、アンドロイドって、いや、でも、アンドロイド同士で一回目騙されてるのに、信じる。やっぱり人は信じるんだよね。人
になりたがってる。で、こんだけ一生懸命助けたのに、全然、アリスの評価上がらないね。ズラトコさん、寝るなら布団敷いた方がいいと思います。だいぶでも、その、前回解放できなかったルート開けれた気がするね。うん。まあ、それでも260か。そうだね。怪物がズラトコに追いかからなくても逃げれるパターンがあるんやね。うん。あ、そうそうそう。クマがズラトコに襲いかかり、カーラを守るって、そう。見つかっちゃうんだよね。見つかっちゃったパターンもある。あ、そうか。で、ズラトコに撃たれて終わっちゃうパターンもあるっていうことか。なるほどね。見つかってしまう。そう、見つかっちゃったんですよ。見つかっちゃったんだけど、前回はなんとか逃げ切れたってところだね。まあ、いろいろ他にも隠れるところがあるっていうパターンか。で、ズラトコの家を探索してアリスを見つける。弾薬ないショットが、あ、まだあと2つあるんだ。あ、そうか、暖炉とか、あそこら辺見てないね。メモリーを回復した。これ、メモリーを回復しないパターンだと、新しい主人にした。あ、そうだね。そう。で、新しい主人、アリスの本を出す。思い出す。あー、そう。なんかね、いろいろ思い出すシーンがあったんだけど、今回はなかったからね。もう全部メモリーがね、うん、いけたから。で、しかも見つからないように進むっていうのが、全然見つからなくて進めたよね。あとなんか一個あったんだ。まあ改めてね、こうやってクリアしていくと結構面白いパートでしたね。で、あんだけ一生懸命ね、あの命を張ってね、助けたのにもかかわらず、まだ開いてくれてないというオチは、くー、先が思いやられる。まあでも頑張っていくしかないですね。ということで、本日のパート以上でございます。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。